積水ハウスの富井さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は43坪という土地に対してどういった工夫をしているかという点が一つ、あとは当社が掲げているライフニットデザインという感性を大事にした設計手法があるんですけども、そちらの内容を少しお話しさせていただこうかなと思ってます。はい、じゃあ早速中の方見させてください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回はやっぱり土地が限られているということもあって、はい、LDK にこう目いっぱい面積を使いたかったので、あえてコンパクトに作ってます。もう玄関としては本当十分な広さですからね。そうですね、うん、広いですね。やっぱり、ね、先ほどの玄関であったりとか絞るところと広くするとこうメリハリをつけてこの空間を実現してますね。あとは本当にこうパーッと明るくなるような、なんかこう一気に別空間に来たような感じがしました。そうですね、やっぱり窓の取り方が大事だと思ってまして、冒頭で少しお話したライフニットデザインに少しつながるんですけども、太陽がこう動いていくので日の動きに追随して窓も設けてあげると、こう時間帯によって本当光の差し方が変わってきまして、お客様の感性を刺激して最終的にはそれが愛着になっていくような、そういったところを考えて、デザインをするようにしてます。お日様までも味方につけるお家なんですね。そうですね。富井さん、こちらがキッチン、はい、ということですね。はい、これ壁向きにすることによって、はい、この空間を広く取ってるって感じですかね。はい、そうです。まあ、大事なのは家電とか冷蔵庫とかそういった収納をうまく計画することで空間に馴染んでくるかなと思ってます。ところで富井さん、あの水回りはどこになるんですか？もうこの LDK を広く取るために2階に2階。はい、2階もかなり広く取ってありますね。はい、壁とか扉とかそういったものはないワンルームの空間で計画してます。水回りはもうシンプルに考えていて、脱衣場の中で洗濯をしてここでも物を干せるようにしてます。コンパクトに必要なものが全部ギュッと詰まった感じがします。空間が限られているから理想的なものはできないということはないんですね。そうですね、やっぱり工夫の仕方で、いろんなことができるのがお家なのかなと思います。まあ、当社ではそれにプラスして、感性という考え方を取り入れて、ずっとそのお家で住んでいく中で愛着をこう育んでいっていただけるようなことを考えてご提案するようにしてます。長く住み続けたいと思うようなお家を一緒に作っていくっていうような感じですかね。そうですね。